沖縄の風のいはよういです明らかになったイラク日報の隠蔽、日米動的貿易協力についてという説明資料の改ざんについては、極めて悪質な民主主義と国会に対する配信行為です。実力組織を束ねるシビリアンコントロールの機能不全でもあり、稲田前大臣、小野寺大臣の責任は極めて重いと言わなければなりません。委委員員長改めてて会に対してイラク日報及び 日米の動的防衛協力についてという説明資料の全文を開示するよう求めます取り扱いをお願いします国府理,理事官に提供いたします安倍政権の下で財務省の公文書の書き換え改ざんを含めノリ弁とやるされるスミニ資料が国会に多く提出されています防衛省においても白抜き切り抜きが状態化しており本来の資料提供や公文書の情報公開を逸脱しています そのような観点も含めて、北部訓練場、ヘリパッド移設事業について伺います。先日の党委員会では、河野外務大臣から、米,米側によるジェグズに関する取り組みについては、これまで継続して実施されてきていると承知している、外務省としては今後とも関係省庁と連携しつつ、平成12年の環境原則に関する共同発表、およびジェグズに基づき、 米側が環境保護および安全への取り組みを適切に実施するよう、機会を捉えて働きかけてまいりたいとの答弁をいただき、日本政府は米軍に共同発表や j e ク z を守,守らせる責任があることを確認していただきました。同じく前回、防衛省には私が米国に情報公開請求して、解除を受けた、在沖海兵隊施設の自然資源、文化資源統合管理計画の参照文献に挙げられた 北部訓練場アセスドラフトアウトラインが平成18年2月付け、け那覇防衛施設局作成の環境影響評価図書の図書案の荒ましという冊子であろうという確認をいただきました。防衛大臣に伺います。この間、北部自主アセスについて、米側に情報提供した目的、趣旨はどのようなものだったでしょうか。防衛大臣、えー。北部訓練場のヘリパッドの移設工事については、 法的に義務づけられているものではありませんが、自然環境の保全に最大限配慮するとの観点から、自主的な判断により、環境影響評価を実施をしております。えー、委員のお尋ねの、えー、環境影響評価図書案の表しについてですが、環境影響評価図書案は膨大,大な資料であることから、住民説明会や関係機関、米側との調整などにおける説明資料として、その概要を取りまとめたものであります。 米側に対しては、この区域の自然環境の重要性を理解してもらうために、環境影響評価の内容について、類似の機会に説明をしておりますが、その一環として、このあらましを使用した説明も行っております賀君、えー、このあらましの冊子について、いつ、誰が、米側の誰に対して提供したのでしょうか防衛省深山地方協力局長。 委員ご指摘の環境影響評価図書案のあらましについて、あの米側にといつこれを渡したかについて、あの必ずしもすべての米側とのコンタクトを網羅的に把握できているわけではありませんが、少なくとも平成17年10月に、那覇防衛施設局、これは当時、今の沖縄防衛局でございますが、当時の那覇防衛施設局が在、在沖海兵隊司令部に説明したうえで提供していることを確認いたしております。 野君2016年9月以降、私は党委員会で、米軍北部訓練場ヘリパッド建設の問題、特に自主アセスについてずっと議論をしてきました。まあ、しかし、0億年ごろ、このあらましの冊子を米側に提供したという情報は、今回初めて出てきた話です。しかも、私の方で自然資源文化資源統合管理計画を検討、指摘して初めて防衛省が追認をしたという経緯です。 防衛省にはこれまで、可燃度調査も含めた北部の自主アセスについて、米側に提供資料を提供したり、説明したりした事実について、いつ誰が、米側の誰に対して黒塗りや削除の有無を含めて、どのような資料提供や説明をしてきたのか、時系列に沿った網羅的な説明資料を理事会に提出願いたいと考えますが、委員長、お取り計らいをお願いたします。 君えー、皆さんのお手元に資料を届けてございますが、このあらましの8ページ、まあ、ヘリコプター着陸移設,移設の事業実施区域の選定過程には、N1、N4、G、H が選ばれている流れが示されています。えー、お手元の資料のように、えー、まず最初に、事業実施区域選定の基本方針として、 やんばるの自然保護の観点から、一体の環境域として保全、保護する必要のある区域は極力、新たな施設の建設は避けるとしました。第二に、野口ゲラなどの特に注目すべき種の重要な生,育地生息地の保全に最大限の配慮を行うと記述しています。そして、選定されるまでの過程の中で、1で、島し候補地可燃度調査地区でが示されます。 これは、それ以前に、2000年以前に選定されたものですけれども、調査の結果、この島し候補地は、全体で1849種の動植物、うち145種と判明しています。その中に、当初から米軍が入っている G 地区、H 地区が入っていることが分かります。2番目に、可燃度調査の結果、貴重な動植物が多数確認されたことから、 より環境に影響が少ない着陸地、施設地があるかを調査するために、新たな6地区8箇所を抽出しています。防衛大臣も見ていただきたいと思います。自然どの総合評価、生息環境等の保全をもとに選定し、自然度ランク1をすべて除外、ランク2も可能なかぎり除外と記述して、生息環境等の保全を 強調していますがしかし、これはあくまで追加広報地に8箇所に関しての中でのことです。3番目に、可燃度調査および環境継続環境調査対象の11地区の調査結果を踏まえ、可燃度調査自然度が高く、生態系への影響が他の地区に比較して大きい、K 地区および J 地区を除外して、旧地区を選定しますその中でも地地区 H 地区は残っています。 4番目に最終的に残った9地区から自然度の豊かな N5 地区、風潮植栽が発達した I 地区、米軍との調整により N、N2、N3、および N6 地区を除外します、さらに米軍との協議の結果、七箇所の移設を4地区、6か所にしていきます、そしてそれが最終的には G 地区、H 地区が残ります。で次の裏の方の裏方ページを見 見て資料を見ていただきたいんですけれども、これもあらましにありますが、最終的に残ったこの G ・地区、H ・地区にいくらあったかというと、当初が1849種の動植物、145種が希少種、固有種が20種ですが、残った G ・地区、H ・地区には1941種、希少種が173。 固有種が10もあるんですね実は G 地区、H 地区は最初から気象種が集中して地区でありました。しかし、それが最終的に最後まで残るような選定が結果的に行われている。で、それがあたかもあのものを読む限り、環境には配慮したという表現を取りながらです。しかし結論として、この下の下段にあります、移設候補地の選定、経過です。その中で、最終的に何人が書かれているかというと、 防衛省のアセスは、米軍の運用上の要望や、米軍の運用上必ず必要との強い要望やを理由として、N1、N4、G、H が選定されています。これは明らかに、これまで私がこの委員会で提起してきました、日米間の合意、環境原則の合意やの発表の、共同発表の合意や、米軍、在日米軍に適用されている、要するに、希少種の 絶滅危惧種の生息域を守る義務、これに反しているんですね、だからジェグズ13章の3の保護種の生息域保護の規定に反したまま、米軍の要望によってこの選定が行われたということを、アセスはきちんと示しています。しかし、私たちはそのことが一体どれだけ米軍にとっ明らかにされてきたのかということを、この委員会で私はまあ明らかにしたいと思うんです。次の治療は 鳩山政権下、2009年10月に出された情報公開資料です、これはその時に防衛省がこの2007年アセスをほとんど情報公開しています、特別な種を除いて、これも野口家の巣が除かれたり、あるいは一部の職はないんですが、しかしそういうものは、ですねこの次のページを、次のもう最後の一枚を見てみますと、 これが今日、鳩山政権の前もそうですけれども、今日、防衛省が私たちに提示する資料です、すべてが白抜きされます、誰が、どういうがあるあの植物がいるか、動物がいるかと一切ないんですね、そういう意味では、私はやはり今回、この大きな問題がです、ね、まあ、この改ざん問題もそうですけれども、あるということをまず指摘をして、えー、質問につなげていきたいと思います。 米軍との調整や米軍との協議は、それぞれいつ、誰と誰が実施したものかということです。そのことについてです、ね、先ほど来、資料の提供を要求してますが、お答えください宮山局長え、この間の経緯をちょっと申し上げますと、北部訓練場の過半の変化につきましては、 昨今、最初報告を踏まえまして、平成11年4月の段階で返還条件として、移設するヘリパッドの個数については7箇所、規模は直径75メートルにするなどの、のなどを日米合同委員会において合意をしておりました。その後 平成10年12月から平成12年3月まで、および平成14年11月から平成16年3月までに実施した環境調査、あこれはわれわれが、あの日本が行ったものですが、この結果をなどを踏まえまして、当時の防衛施設長と在日米軍、在沖海,海兵隊との間で、環境面、運用面から協議を行って、協議を行ったところでございます。 その結果、7つのヘリバットすべてを移設するのではなく、最低限の6つにとどめる、また、米側の要望を踏まえると、直径75メートルの大きさで土を掘り返し整地する必要があったところ、 必要最小限の45メートルに縮小するなど、えー、環境への影響を最小限にとどめるように計画を部分的に改めまして、平成18年2月に日米合同委員会で、えー、再,度再度合意したところでございます。この間におきまして、えー、我々はあの我々の行いました環境調査も踏まえまして、米側と交渉したということでござ伊賀君。 この調整や協議の際に、在日米軍が JEGS によって、希少種の保護、個体保護だけではなくて、生息域そのものの保護も義務づけられているということが、日米双方にきちんと認識されていたのかどうか伺います宮山局長。えー JEGS は日米失礼しま、在日米軍施設区域における在日米軍の活動に関する環境管理基準として、日米関連法令のうち、より厳しい基準を採択するとの基本的考え方をもとに、在日米軍に作成されているのと承知しております。 このような考えに基づき作成されたジェグスに従い、在日米軍においては施設,区域の環境施設区域の環境管理を適切に行っているものと考えております。ご指摘の規定についても、当然のことは米軍において認識されているものと考えております。防衛省としても、このジェグスの存在は承知しておるところでございますので、我々われもこうしたことも認識して、先ほど申し上げましたように、 我々の環境調査等のデータに基づいて、米側と交渉してきたということでございま伊賀君。この 5, 5地区7か所の候補地については、いわゆる可燃度調査では、動植物の種類、種数、それから希少な動植物の種数、やんばる固有の種数とともに、G 地区、う いやには、えー、多くの希少種が生息し選定の基本方針である野口ゲラなどの特に注目すべき種の重要な生息地の保全に最大限の配慮を行うということにも反して、えー、この特別天然記念物野口ゲラがと、えー、りわけ多いところが選定されています皆さんの手元の資料これには二十七のおまあ、えー、巣があるということも明らかにさ、これは巣は書かれてませんけれども、えー、そもそも 北部訓練場には400の野口側特別天然記念物がいると想定されていますが、27の巣に成長、えー、が2人、2羽いて、ひなが 2, 2つ帰れば100です、4分の1が集中しているエリアなんですね、えー、そういうものは、実はこういう資料は全く出ていません、結局、それは全部防衛省の中で隠蔽されています、住民説明資料にも一切出されていません。広告覧でも全部の 外されていますす、ね、そういう決定ですつまり、それはどうして環境を守るような立場がそこから発足できるのか、つまりそこがですね、一番大きな問題です。要するに、規則はあっても、日本政府としてそれをあの実行させようとはしない、そういうことが今日まで続いているというべきだと思います。私はそこで、まあ、こでの間何度もも文,文化庁や環境省にも議論をしておりますが前回 えー、環境省は、まず現地米軍と軍関係当局の間で適切に処理される、その上で、必要に応じて環境分科委員会の枠組みなどを活用して米軍と協議をすると答弁をしています。環境省に伺います、この自主アセス、防衛省から提供されていましたか、いつ防衛省の誰から環境省の誰に対してどのような資料が提供されていましたか環境大臣官房、米谷政策立案総括審議官。 防衛省により自主的に行われた環境影響評価の資料である北部訓練場ヘリコプター着陸隊環境影響評価図書について申しますと平成19年2月に防衛施設庁米軍再編等工事計画チームから環境省自然環境局野生生物課に情報を提供されています。 また、先ほどからお話に出ております、環境影響評価図書案のあらましにつきましては、平成18年1月に防衛施設庁から環境省自然環境局野生生物課に情報提供されていることを確認しておりま伊野君どの。どのような資料が環境省に提出されていたかを、資料提供をお願いしたいと思います。 委員会委員長、取り扱いいします理事会にて協議いたします君自主アセスが資料提供されていたのであれば、気象紙の分布域であるとか、あるいは動物の行動範囲、とりわけ鳥類の飛行範囲など、黒塗りされていない元の資料が提供していたのでしょうか。委員長米谷総括審議官 えー、情報提供をいただきました文書については、あまあ、環境省に提供されました資料については、特に黒塗り等はございませんでしたや君環境省の絶滅危惧種のセクション、具体的には自然、環境、野生生物局など、絶滅危惧種保護の観点から、この環境省の環境分科会の代表である、 水,水大気水大気環境局に資料が共有されていますか小梅谷審議官、えー、その点につきましてはあ、えー、まだ確認ができていないというところでございます美白君私が参議院に来るまで環境省は米軍基地内は 日本の法令が適用されてないということを平気で答弁をしていました、米軍で、基地内で行われていることに対して、環境省としては何もできないんだということを平気で答弁をしていました、しかしそうじゃないんですね、実際は日米できちんと合意をされています、環境原則の共同発表や、あるいは JEGS など、そのことが実効的にはほとんど処理されてない、私はそのことを指摘をして、来週もありますけれども、この問題ですね。 一番大きなな問題なんですこれはすべての米軍基地にかかる問題で、日本の環境がほとんど米軍によって破壊されることを見過ごしているんですね、そんな責任がある、そんなことが許されていいはずはありません、そのことを指摘して終わります。午後